おはようございます。釣り子 TV です。なんとなんとなんと、あのゲイリー山本からなんかね、荷物が届いていましたよ。これはこのタイミングなんで、もしやあれじゃないかなっていうことでね、ゲイリー山本からですね、何やらこういう段ボールが届いたんで、ちょっとね開けていきたいと思います。じゃあね、早速こう開封していこうかなと思うんですけど、こうかな、こう開けて、よし、これは、おー、きたー、よっしゃー、はい、出てきました。これはねえ、うわー、やったー、来たー、うー、これはいい、山ミミズが、いやー、いっぱい来たー、ねえ、はい、というわけでね、小包の中には明日9月10日に、登場が予告されているですね、山ミミズが大量に入っておりました。いやー、もうね、小さい頃からね、ゲイリー山本ね、まあその頃はまあ4インチグラブとかだったですけども、ジャンボグラブとかね、そういったルアーですごいね釣りを楽しんできて、でまさかまさかね、こんな時が来るとはね、今年の、お正月頃に小森嗣彦プロのところを訪ねたところね、2021はゲイリー山本やばいですよっていうことで、先行して山タヌキが登場して、そして山ミミズですよね、今年の初バスを釣ったのもまあこの山ミミズでしたね。それでまああのね、小森プロの動画撮ろうよなんて言ってね、その使用シーンなんかを撮っていたところ、釣り子さんも使ってみますかなんていう感じでね、こういう感じでご好意で送っていただくことができました。で結構ね、各ね魅力的なカラーがね、山盛りあるんで、まずはね明日登場する、山ミミズね、どんな色が準備されているのか、見ていきたいと思います。まずはねこちら、ブラックソリッドっていうことで、冬場なんかのディープを攻めるときにね、深いところでシルエットをはっきりくっきり出したいなんていうときにね、活躍するブラックですね。あとはね、最近雨が降り続いたりしましたよね。そんな後に湖に濁りが入っちゃったときなんかも、効いてくれるんじゃないかなっていうことで、このね、ブラックね、使い出がありそうなカラーですね。そして、次はこのカラーですね。ウォーターメロンソリッドっていうことですね。ウォーターメロンで、中に粒々とかキラキラがね、入っていないウォーターメロンソリッド。ね、あんまりね、自分はね、普段ウォーターメロン系のカラーって使いこなせていないんですけども、まあ、ウィードの生えたところとかね、草の生えたところね、そういうところで、その、水草なんかに馴染ませながらね、使っていくと効くのかなってね、せっかくいただいたんでね、これね、活躍、させられるようにね、ちょっと使い込んでみたいと思います。そして、こちらはですね、その、ウォーターメロンに粒々が入っているですね、ウォーターメロンにブラックフレークっていうね、ここら辺も定番のカラーですよね。これは確かね、冬場に小森プロにね一本ね、貸していただいた時に使っていて、それから、結構ねいろんなタイミングで使って、まあさっきのウォーターメロンソリッドに黒い粒々が入っているよっていうところなんですが、それがまたね、よく釣れるっていうね、ここら辺のカラーねしっかり押さえてきてますね。そしてゲイリー山本といえばね、こんな感じの色のイメージがね最近ありますよね。バブルガムピンクっていうことで、これもまあ大まかに言うとソリッドのねブラックみたいな感じで、ほんとね透けない系の色っていう風に考えるとね、がぜん使いやすくなってくるんですよね。亀山ダムなんかではなんだかよくねバブルガムピンク釣れるなぁなんていうね、状況がよく
あるので、これはね押さえで持っておきたいカラーですね。考え方としてはまあ透けない色ね、あのチャート系派手派手系の色っていう風に捉えるよりも、シルエットがはっきり出る透けない色みたいな感じでね、使うと使いやすいんじゃないかなっていうね、そんな感じのカラーですね。そしてお次がですね、これがですねグリパンのブラックフレークですね。さっきのウォーターメロンよりも、少しねグリパンって言って同じ緑系なんだけども、よりなんて言うんですかね、こうちょっと秋っぽい草にこう馴染みやすいカラーっていうんですかね。まあ自分なんかよりもあの皆さんの方がねよく知ってるんじゃないかなと思うんですけども、グリパンにブラックフレークがですね入ったカラーですね。こんなカラーが入っておりました。そしてはい来ました、近年のこれ大人気カラーになるんじゃないんですかね、ダークブラウンブルーギルっていうことで、ダークブラウン、結構落ち着いた感じの透ける色に、このね青色の、キラキララメが入っている。これねベイトフィッシュなんかを、変色している時なんかにやたらよく効くなーなんていうね、亀山ダムとかでね、そんな印象のあるカラーなんで、結構ねどんなねゲイリーワームでもねこのダークブラウンブルーギル何色買おうかなーって困った時なんかは結構ね、この色を買っちゃうことが多いかな。特に、釣っているのはまあディトレーターとかね、ああいうワームね、あとね閃光系でもねこの色でねピュン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 ってね、飛ばして使うようなね時にねよく使うカラーなんですけども、ダークブラウンブルーギル、これもね、しっかり準備されてるみたいですね。そしてお次がこちらのカラー、ウォーターメロンブルーギルっていうことでね、ウォーターメロン系のカラーにこの青色のねキラキララメが入っていて、ちょっとねブルーギルを模したようなっていう、そういう感じのカラーになるんですかね。結構ねダークブラウンブルーギルってのはね、あなんとなくねあったら買おうって感じでよく買ってるんですけども、このねウォーターメロンブルーギルってのは自分使ったことがなかったんで、これまたねちょっとね、せっかくいただいたんでちょっとねどんなタイミングで効くのかね試してみたいと思います。そして、次がねこんなカラーですね、グリーンパンプキンブルーフレークっていうカラーですね。これねグリーンパンプキンにブルーフレークが入っているよっていうね、ここら辺3つぐらい結構似た感じのカラーがね並びましたね。ダークブラウンブルーギルとか あとウォーターメロンブルーギルとかね、でここら辺ね似たもの兄弟なんですけども、本当にこれやっぱりあの小森嗣彦プロがガチで勝ちに行くぞっていうね、そういう設定の、カラーなのかなっていうね、ほんとトーナメントとかで一本絞り出すときにこういった、細かい違いの使い分けとかで、超過を伸ばしていくんだよっていうね、そんな感じなのかな。すごいねこだわりの強いカラーが、最初のラインナップからねいっぱい準備されているなっていうね、そんな印象ですね。はい、そしてスカッパノンの、ブルーフレークっていうことでね、もうスカッパノン系のカラーっていうのはね結構ね大好きでね、これねなんていうのかな、モーターオイル風っていうかね、すごいね濃いね独特なスカッパノンカラーなんですよね。それにこうねラメが散りばめられていてね、これもねさっきの三兄弟と似てるんですけども、だいぶねシルエットがはっきり出そうですが実は透けているっていうね、そういう絶妙な色使いのね、カラーみたいですね。はい、そしてそしてどんどんいきますよ。こちらね、エビ味噌っていうことでですね、411のエビ味噌カラーしっかり準備されてますよ。これねエビ味噌カラーね、これもやっぱり大好きなスカッパノン系とかね、ああいう系のカラーで何かワンポイントっていう時に今度はね赤いラメが入ってますね、これね、これはね使いやすそうなカラーだなっていうことでエビ味噌準備されてました。はい、そしていよいよね後半になってきました。こちらグリパン
パープルフレーク、チャートパープルフレークっていうカラーですね。まあ、ツートンカラーですね、これね。うん、簡単に言うと、ツートンカラーなので、それにね、ラメもね、細かく配置されてますよっていうことで、この感じの形なんで、そうですね、まあ、例えば、ジグヘッドワッキーなんかにしてね、クイ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 っていう感じでね、この色の明滅をね、いっぱい出して、そんで誘いたいなんていう時とかにね、変化をつけたカラーリングで攻めたいなんていう時に、ね、使いやすいんじゃないかなっていうことで、結構ね、この手のカラーね、牛車水景とかでね、こういうちょっと変化がね、少しあるカラーっていうのをね、よく投げていたんで、ここら辺はね、ちょっといろんなタイミングで投入することになるんじゃないかな。ね、こういうメリハリのある色ってね、結構好きなんで、これもね、かっこいいカラーですね。はい、そして最後ですね。まあ、これはもうね、これも結構まあ、最近のカラーといえば最近のカラーっていう感じになると思うんですけども、その名も、ワカサギっていうことで、これはね、ちょっと、まあ、まず最初何を買おうかなってね、もちろんお好みの色でいいと思うんですけども、まあ、この感じですから、山ミミズですからね、ダウンショットリグなんかでちょっとね、中層をね、ミドスト気味にね、こう巻いていきたいな、そんな時なんかにね、ドンピシャなカラーじゃないかなってね、その名もワカサギっていうことで、はい、ということで出揃いました。いよいよですね、明日9月10日からね、一斉に全国で販売開始されるっていうことで、ありがたいことにね、まあ、動画なんかで結構取り上げていたんで送っていただくことができました。で、まあ、このね、商品の説明なんていうのがね、ありますんで、改めてちょっと見ていきたいと思います。クワゼの決定版いよいよ登場。日本最高峰の JB トップ50を3度制した小森嗣彦プロプロデュース、ゲイリー山本超生命体マテリアルによるミミズ型ワーム山ミミズ。カルフォルニアロールに代表されるボディの太さにテーパーのないノンテーパーワーム、頭からテールまで太さがほぼ同じってことですね。は、猫リグ、ダウンショットワッキーなどで使用した時に、フックをかけた位置に加えたアクションが頭とテールまで、ロールしながら伝わります。このアクションはバスの食欲を刺激する究極の食わせアクションであり、他を圧倒する超過を誇るゲイリー山本の超生命体マテリアルとの融合により、このテクニックがさらに究極なものへとなりました。ネコリグをはじめ、ダウンショットワッキー、ノーシンカー、ジグヘッドなどあらゆるライトリグで使用可能。ラージマウスバスはもちろん、スモールマウスバスにも食わせの一撃となります。ということで、全長が 3.5 インチで、重量がね、1本ね 1.6g でね、マテリアルっていうのがありまして、ハーフソルティですね。はい。で、全部ね、8本入りで、価格はですね、税抜きで900円でね、売っているよっていうね、そういう感じみたいですね。いやー、これはね、もう間違いないね。うわー、ですからね。まあ、ちょうどね、先だって小森プロからお預かりしたですね、山ミミズを使って、ちょっとね、ハイシーズンなのに少し厳しいなっていう状態でね、ポンポンポンって魚が釣れた映像がありますので、こちらもご覧ください。山見水で坊主のガレThank you.
はい、山ミミズフィッシュは丸のみね。ああ、見えバスがいてその先に投げてどうかなーなんつったらね、イエスポーンと食ってくれました。ピンチピンチ。はい、山ミミズのブラックに来ましたね。よいしょ、じゃあ逃がします。見えます相手に遊んじゃってまーすね。山ミミズ、見えたら投げて置いとくだけ。釣れるねこれ。よいしょ、こんな感じで山ミミズフィッシュ。じゃあ逃がします。よいしょ、スーペリオフックのマス針にこんな感じでワッキーちょんがけで、あとは目の前に投げるだけ。簡単ですよ。はい、というわけでね、ワッキーがけで使ってみたんですけども、まあダウンショットとかでね使うのが感じかなっていうところなんですけども、ハーフソルティのボディなんでノーシンカーでもね、1.6g ながら結構飛ぶんですよね。で、それで見えバスの前にね、こう、ポーンと落としてね、ふわふわふわーってするとね、うんって振り向いてね、もうパクって食っちゃうね。すごいね、オートマチックにね、ノーシンカーで釣れたりっていうのがあるんですけども、まあこれから秋のシーズンなんかね、ダウンショットリグとかジグヘッドワッキーの具にして、それでもってね、中層に沈めていって、いよいよね、本領発揮するんじゃないかな。で、一番使いたい時は、1月からね、3月初めまでの、何やっても魚が食わない時ね、そんな時に、まあ、こんだけありますからね、ちょっとねいっぱい投入することになるんじゃないかなっていうことで、はい、いよいよ明日ね、9月、10日発売がね予告されております。ゲリー山本からね、あの住所聞いていただいて、お、これなんか送られてくんのかな、お、なんて思ったら、こんなね、こんな、あー、いや、生きててよかった。山ミミズが、大量に送られてきました。まあ、ここら辺を駆使したね、JB トップ50、小森嗣彦プロのね、桧原湖戦の成績なんかもね、9月非常に気になりますが、そんなところもね、注視しつつ、ね、ハイシーズンのバス釣り、皆さん楽しんでいきましょうよ。ということで、はい、本日の、釣り講 TV はこちら。
ゲイリー山本からね、何やら荷物が届いたよってことで開けてみたら、嬉しいね、山ミミズがいっぱい送られてきましたよっていう動画でした。はい、釣り GO TV でした。また会おうぜ。